豆キュン。第17話、ポカポカトマトを食べよう。1。うわー、一面雪じゃない。寒い。どんどん寒くなるみたい。こうしてはいられないわ。もっと寒くなる前に、ポカポカトマトの実を摘んでおかなきゃ。ケラー、キヨー。急に寒くなりましたね、ティラ様。今日は家で休んだらどうですか？何バカなことを言ってるんだ、ロッシー。頭を使え。こんなに急に寒くなれば、草食恐竜たちが慌てて身を取りに来るだろう？あ、そうですね、ティラ様。さっさとついてこい。はい。ミミ、本当にここなの？ポカポカトマトはどこにも見えないよ。どれも枝しかないよ。そうね、確かにここだったと思うけど、キヨ、少しは何か見える？待って、あっちに実のなった木が一本見える。本当？早く行こう。うわー、あれがポカポカトマト。ミミ、ポカポカトマトを食べたら体が温まって寒さに勝てるって本当？うん、本当よ。うわー、すごい。早く取ろうよ。痛い。ふぅ、痛い。全部トゲの実だわ。これじゃあポカポカトマトの木に近づくのは大変よ。どうする？まずはトゲの実を取って道を作ろう。キヨがトゲの実を落として。わかったわ。よくやったわ、キヨ。トゲの実は私が拾うわ。うわ、ミミ、大丈夫なの？もちろん。私が鎧竜なの忘れたの？これぐらいどうってことないわ。キヨ、実を落として。わかったわ。このぐらいあれば十分よね。そうだね。寒くなってもこれで心配ないよ。そう、こういう奴らがいると思ったんだ。みんな、早く逃げて。そんなにのろくて俺様から逃げられると思っているのか、バカな奴らめ。えい。いつの間にそこまで行ったんだ。肉食恐竜の中で一番速いティラ様を何だと思っているんだ。どうしよう。こいつらを捕まえてどう料理するか考えろ、ロッシー。ガー。うん。ティラ様。ふぅ、よかった。今だ！早く逃げよう！うん！じゃあ、動くな！ティラ様！さすがティラ様！うわ！出てきた！